西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週も、たくさんいただきました。今日はですね、影武者さん、男性60代岐阜県の方、今年や来年の GDP の何パーセントを求めている国民など、対比何パーセントの国民を求めている国民などどこにもいない、ごく普通のマットの国民ならば、500兆円に対して10兆円財政出せば 2% 成長だ、どんな問題と政治家や評論家が語っていることはその息を出ないことをみんなが知っているからで、少しもありたかったくも嬉したくもない、消費も投資もしないである、せいぜい証券業界に変動することが、稼ぎの源泉である業界だけである。10年後の国土国防デザインをデザインせよ、それを実行せよ、これが政治家の将来の、唯一のミッションだ、それなければ全く不要無用の勝負でしかないという、ご意見でありますけれども、その通りなんですね。で、私も実はですね、ずっと総理に申し上げたりしていることを、また皆さんが言ったりすることはそのことで、具体的に、例えば私は真水10兆円以上出すべきだという話をずっと言ってきましたけれども、今回はなかなか残念ながらそこまで言っておりません。桁が一つ足りないので、もっとですね、第三条補正も含めて出すべきだということも、総務会で発言をしてきたところなんですけれども、要するに、そういう具体的に数字の大きさというのはある程度その経済効果というものに直接表れますから、それも大事なんですけれども、本当に必要なのはですね、今この国に何が必要かと、もっと言えばですね、この国を良くする、国民を幸せにする、もっと言えば国民を不幸にしているのは一体何なのかと、そういう根本的な議論が必要だということなんですね。で、それを私はですね、ずっと言い続けているのが、一番分かりやすいのは東京一極集中、ここがですね、実は経済をデフレ化させ、地方を疲弊化させている一番の元なんですね。そしてそれはですね、東京だけ一極集中で栄えているように見えるけれども、実は東京都民も大きな被害者なんですね、これは。で、そこを我々はですね、しっかりしておかなきゃ、認識しておかなきゃならないと考えているんです。で、そこが議論がないままですね、今回東京都の知事選挙で、小池さんが語れたわけなんですけれども、要は東京都問題というのはですね、今の制度を変えない限り解決できません。で、東京に権限財源が集中している。で、これは東京と他の京都府や大阪府と同じような一般の、この地方自治体として扱っている以上ですね、ここにどんどん地方分権をすればするほど、東京都に首都圏にどんどん税金を予算や権限が、配分されることになるわけですよね。そしてその結果はですね、このよその地域インフラ整備できてませんから、どんどん東京に集中投資ができる。しかも規制緩和をして用水率を緩和していけば、ますますそれが可能になる。これはですね、東京都民の住環境を悪くする、で、生活環境を悪くするだけじゃなくてですね、要は東京で例えば皆さん方、何十階建てのマンションに住んでいて、それ実家だとか、なんかそういう感覚あるでしょうか。で、私はですね、普通は自分たちの田舎にですね、家があって、畑があればなおいいんですけれども、そういうもともとそういう農家、そういうところ、そういう方がみんな、日本国民ほとんどがお役所さんだったわけですよ。で、地に足がついてですね、そこで暮らしていたと。で、農家の次男三男が農家を継げないから都会に出て、働いたりしてですね、都会の住民がどんどん増えてきたわけですけれども、片っぽでふるさとがあったわけです。で、都会に出てる方もですね、自分たちは今、都会に出てるけれども、いずれは故郷に戻りたいとかですね、そういう気持ちもあったわけですね。そしてそのふるさとという、ものがですね、実際に自分たちのイメージとしてもはっきり見えていたわけですよ。ところが今や東京で生まれ育って、そしてまたよそも転勤したりするんですけども、それがですね、都営住宅であったり賃貸住宅であったり、せっかく買ってもですね、マンションであって、で、そこで何代にもわたって住んでいけるという仕組みになるのかということですよ。到底なりえませんよね。で、こういうことをやっていくと何が起こるかというと、要するに自分の居場所を持たない、そういう単なる人民を増やしていることになってしまうんですね。そんでそういう方が増えてきてもですよ、日本の国のために、自分たちのふるさとのために一肌二肌脱いで頑張ろうとかいうような政治家が出てきません。そしてもっと言えばですね、今、自民党のこの政治家もそうですけれども、公募でいろんな地域にですね、公募して、
募集しております。でその中で、例えば京都なら京都でですね、京都の出身の方もたくさんいますけれども、京都出身でない方もそこにですね公募で来られる場合もあります。でそれが悪いとは言いませんけれども、そこで選ばれた以上は私は家族も含めてしっかり住まなきゃならないと思っています。でそこで住むことによって初めてですね、その自分たちの選挙区が地元にふるさとになって、でふるさとに子供や家族がいるからこそですよ、自分たちのこの地元を良くしていこう、そしてその延長線上にある日本の国を良くしていこうということがですね実感としてこれ出てくるわけなんですね。でそういう実感があって初めてですねこの政治というのは動いてくるわけです。でそれが今のこの一番政治の、この分野でいうとですね、おろそかになってきている、まあ、その肝心のところがですね全く忘れ去られてしまっている。それで、まあ、具体的に、まあ、金額の話ばっかりになってくるんですけどね、私はそれじゃダメだと、確かにこの、熊五郎さんのおっしゃることはよくわかるんです。だからこそ私が言ってるのはですね、ふるさとを守っていく、ふるさとのためにやる、で金額以前にですね、そのために何をしたらいいのかというのは東京一極集中を排除するという話ずっと言ってますけれども、そのためには何をするかといえば東京から権限、都市計画の権限を国が取り上げて、この業績率はもう少し国全体で考えていきましょうというのが絶対必要になってきます。それと同時に地方にもですよ、東京に暮らさなくてもしっかり生活ができる環境を作る、そのためには新幹線ネットワークというのはですね一番これはそのために必要な私は手段だと思ってるんですね。で私が言ってるのはそういうふうに全体像の中で具体的ないろんなことを提案させていただいているわけでありますけれども、まあ、今日はあえて影武者さんの質問に答えさせていただいたわけであります。今日は、影武者さんが2通、マイケルさん2通、熊五郎さん2通、サチさん、電気屋さん、コロンさん、贅沢は素敵ださん、三毛猫三つさん、田中一郎さん12通いただきました。そしてウッキーさんからはいつものお便りについていただいております。ありがとうございました。